こんにちは、ったらこんにちは。いずもです。実は、今週やろうとしていた企画がうまくいかなくてですね。こんななんですよね。これはまた再チャレンジします。というわけで、今週はダイソーのセンサーライトにつけた防犯ブザーのパワーアップをしましたので、その様子を見ていただきましょう。そうそう。なんでこんなことを思いついたかというと、つい先日会社でロッカーに荷物を運んでいたら、空いてる席に見慣れないお兄さんが座っていてですね、サラリーマンと思えない親しみやすい格好でモニターをチェックしてるわけです。目が合うと会釈してくれたので、僕も会釈してすれ違ったのですが、戻りにその人の画面を見てみると、会社の玄関前の路上を映しているモニター画面を凝視してました。ああ、警備会社の人かと思ったのですが、後で聞いたら警察の人だったらしいです。モニターに映っていたのは闇バイトの人だったとか。怖っ。なんかテレビの中の出来事が一気に身近に迫ってきたみたいで怖くなってしまいました。で、ちょっとでも用心のために少し改造してみるかと思ったわけです。ちょっとだけシールの方をご覧ください。やっぱりね、なんか音量が物足りないんですよ。嫁様はこれで十分だと感じているようですが、僕としてはやっぱり物足りない。で、もう少し大きいブザーを買いました。100デシベルだそうです。元の大きさが85デシベルだったので、15デシベル差で5倍強の大きさのはずですが、どうなるでしょうか。では工作始めます。まずは分解。3週間外にいましたが、中は綺麗です。新しく買ったブザーを取り出して交換していきます。次目は熱収縮チューブでカバー。何度か雨にも降られたはずですが、中は全然綺麗ですね。電池を入れて鳴らしてみると、結構大きな音です。ブザーをしまって蓋をします。もう一度音を聞いてみましょう。なんか小さいぞ。蓋をしちゃうとダメですね。ブザーは外に出しましょう。もう一度蓋を開けてブザーを出します。下のくぼみから配線を出してケースの裏に固定。もう一度蓋をしてネジ止め。さて、音は動画じゃ分かりにくいですが、結構大きな音になりました。前のブザーと比べるとこんな感じです。というわけで、今週は3週ほど前に改造したダイソーのセンサーライトの防犯ブザーをパワーアップしました。ご近所にも聞こえそうな音量になりましたが、仕組み的に夜しかならないので、そうそう頻繁になるものではありません。それこそこれが夜中になるようだと迷惑とかいう以前に警戒すべき状況なので、これでよしとしましょう。嫁様からクレームが入らなければこのまま運用してみたいと思います。さて、ここまでご視聴ありがとうございました。今週小ネタでしたが、よかったら高評価ボタンと、まだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。来週は今週失敗した企画をもう一度チャレンジしてうまくいったらお披露目します。ちょっと難しそうですが、ESP32CAM の方もいずれ再開します。あのカメラでやりたいことがあるので、必ず続きをやります。そんなこんなでまた次回。よろしくお願いします。